タルタリに集まってきてた。この鉱山結構でかいんだな。うん、ここが事件の発生現場だ。あ、そうなんだ。双眼鏡の中ではないんだね。6日前、俺と何人かの仲間で外の用事を片付けにここを離れたんだ。そしてその用事を済ませて帰ってくると、留守を任せていた仲間のうち4人がいなくなったと聞かされてな。おお。いや、警察とかに届けた方がいいんじゃないか。冒険者とかにさ、まあ、冒険者って言うなら探偵みたいなもんだろ。その警察に頼むよ。警察にいるだろ、千眼軍。仲間と一緒に鉱山のあちこちを探したんだが見つからなかった。その上、手がかりすらも見つけられず、今回依頼を出したってわけだ。行幸とかに頼むよ、その辺の話は。つまり甲府が4人行方不明ということか。冒険者雇ってていい段階じゃないだろ、もうこれ。そうだ、もともと俺らは10人いたんだ。行方不明になったのはアリュー、銀代、銀次、ショウモ、みんな俺と一緒に仕事をする甲府だ。オッケー、もう忘れた。アリューだけ覚えた。この種の仕事に携わる人間は体つきのいい青年が多い。いや、まあそうだね、それはそうだ。その4人の甲府だからな。他の鉱山で鉱石を掘っている可能性はどうなの？ないと思う。ここ一帯に宿はない。それにここに来た時、他に採掘中の鉱山は見当たらなかった。こんなに大きな鉱山を全て探したんですか？にわかには信じがたいですけどね。ああ、まんべんなくな。井戸の底も探した。残すは地面の下くらいだ。でも4人の人間が穴を掘って地底にいるとは考えにくいだろ。怖っ。引きずり込まれたんじゃない、マドハンドみたいなやつとかに。現場を詳しく調べてから結論を出そう。オッケー、調査ね。ああ、わかった。俺はここで待ってるから、好きなだけ調査してくれ。もし何か手がかりを見つけたら俺に教えてくれよ。オッケー。そうだね。いや、まあいなくなったんだったら多分何かあるだろうけど、いや、まあちょっと探すのめんどくさいし、なんか虚偽の報告とかでもいいんじゃないの。すいません、アリュー死んでました。すいません、アリュー死んでて、多分4人、あと他3人も死んでますね。これちょっと探すだけ無駄だと思うんで、報酬だけもらってもいいですか。あれ見ろ、死体、死体あった。アリューの上着とズボンが散らかってる。本当に死体になりかけてる。怖っ。え、蒸発したってこと？この鉱山にある生活用品は態度のたちのものだろう。怖っ。1,2,3,4。 うん、間違いない。上着とズボン、それぞれ10着ある。10着？これって着替え用の服だよな。ほら、タイが着てるのと同じだし。怖っ。蒸発したのかな、人間の体だけ。ということは行方不明の4人は6日も服を変えてないってことか。あんまりそういうことじゃないと思うな。いや、まあでも確かに6日いないってことだよね。あと顔を洗う石鹸と、ずっといないんだ、タオルがあるな。あ、それにこれは道具とかを入れとく作業カバンだ。あ、まあこういうのを残していなくなるはずがないんだよな、きっとな。洗顔用の備品に採掘用の装備なら、別の鉱山とかで作業をしてるってわけじゃないってことだもんな。ってことは荷物を持たずに出かけたのか。うん、まあ服とか落ちてるのは別に中の人間が消えたわけじゃなくて、手ぶらで出てっただけだもんな、着替えだもんから。ふん、使う必要がなかった。それはない。いや、それはないよね。それはそうよ。採掘用のツルハシが4本なくなっている。つまりそれだけは持っていったのだろう。マジで採掘をする気だったのか。それらの道具を持っていく余裕はあったのに、生活用品を持っていく余裕がなかったとは考えにくい。うん、一体どんな状況になったら生活用品を持たずに道具だけを持って出かけるんだ。本当だよな、死ぬ気だったとかかな。一つ、彼らは近くで作業をしていたため荷物を持つ必要がなかった。しかし未だに誰も帰ってこないところを見ると、この説はおのずと違うことになる。やっぱさらわれたとかなんじゃない。二つ、もし彼らが意図してここを離れたのではないとしたら、荷物のことを考える余裕がなかったのだろう。でもツルハシ持ってんのは変じゃない。つまり連れ去られた。その可能性は低くない。真相を知るためには
さらなる手がかりが必要だ。まあ近くで鉱石掘ってる最中にさらわれたんだったら、まあどっかにつるはしが落ちてる可能性が高いよな。自分たちから出かけたんじゃなくて、誰かに連れ去られた。誰が何のために甲府を連れていくんだ。タイに伝えてみよう。そうだな、誰が何のために甲府なんて連れ帰るんだよ。やっぱむさ苦しい男が好きな変態がいたのかな。お、琥珀だ。くんじゅ、何見てるんだ。俺はむさ苦しい男が好きなオカマキャラが出てくると予想してんだけど、あらあなた、いい体してるわねみたいなタイプの、オカマキャラが連れ去ったと思ってんだけど。ああ、ちょうどよかったです。くんじゅもそう思うだろ。何か発見したのか。ガタイがいいっていう単語も出てきてたしな。ここに鉱石があったのですが、もしかすると何か手がかりが見つかるかもしれません。なるほど、なんか書いてないの。なんかイケメン4人はいただいていくわよみたいなそういうの書いてないの。こういうところに鉱石、その鉱石が行方不明と関係があるのか。なんかオカマキャラとか出てほしいけどな。それは確かめてみればわかります。少し待っててください。はい、お願いします。わかんの？そのうわー光った、どういうこと。ねえー、なんで？ん？カンウ？ん？ん？なんかなんかすごくプレイヤブルっぽいやつがいたけど一人。何してるんだ？なっつうか、なんでそもそも見えんのお前。ドラクエイレブンの主人公かよ。命の大使の根に触れた時の主人公じゃんこいつ。髪サラサラだし。お前ペオル様か。見えました。4人の大人。それと子供のような人影が鉱山を離れていきました。なんか角があるように見えたけど気のせいか。子供？どうして鉱山に子供が。こいつ悪魔の子だろ。僕にもわかりません。なんで石に触れて記憶が読めんだよ。それに主人公側じゃないとできないだろ。どういう意味だ？そういう能力は。ああ、それは文字通りの意味です。誰にも言わないでくださいね。自分でもおかしいことがわかってるので誰にも言ってなかったんです。カミュ連れてきてやろうか、カミュ。いるからこのゲームにも。実は僕、内山さん、鉱石の記憶を見ることができるんです。おい、万物の声聞こえるってこいつ、ゴールドロジャーかよ。なんだこいつ、特殊能力もすぎる。推測や予想ではなく見えると。何それ。さっきみたいに石に手を当てるだけでわかるのか。なんだお前、何者だ。左手の甲を見せる左手の甲。はい、勇者の紋章入ってんじゃねえのかお前。鉱石にも記憶があるんです。鉱石たちは周囲で起きた出来事をたまに記録していて、僕は触れることでその記憶を見ることができます。主人公格だろ、やることだろお前それ。一モブがやっていい能力じゃねえよ。すごいな。じゃあ何でも知ることができるんじゃないか。いや本当だよ。それは石の種類にもよります。鉱石の記憶能力には差があるんです。鉄鉱石や白鉄の塊など一般的な鉱石だと記憶がぼやけていてほとんど役に立ちません。一方、石白や水晶の記憶能力は高く、記録できる量も多くて鮮明です。なるほど、石の記憶が見れる岩盤浴、ひらめいた。ちょっと見えたな。その能力使わせてくれることはできないのか。他人に譲渡はできないのか。その能力は石を目に、実に興味深い。これは非常に珍しい能力だ。タイ殿がクンジュ殿を誘ったこと、実に賢明な判断だったと言えるだろう。本当だよな、勝利でもそんなことできないぞ。皆さんのお役に立ててよかったです。あ、よかったね。多分彼らはこの道をまっすぐ向かったのだと思います。そうだね、なんかちょっとチラッと見えてたね。北か、この道に沿っていけば鉱山を出ることになる。うん、彼らは北へ向かった。この手がかりを記録してタイに伝えよう。うん、タイに伝えようっつってね。全身出たよ。ここの労働者か。ああ、そうだ、
アリューみたいなやつ調査しに来たんだろ。頼む、みんなを助けてくれ。なんだこいつ、トラだって。一体何が、トラとリュウ、何が起きたんだ。あの日は空が暗かったのを覚えてる。頭が何人かの仲間を連れて外に用事を済ませに行ったんだ。うん。俺と他の4人の仲間は鉱山に残って作業をしていた。その時俺は少しだけサボってたんだ。まあ少しだけぶつけてるけど、絶対こいつちゃんとサボってたな。こういう時大体少しだけじゃないからな。一番奥のテントで俺は寝てた。そして目が覚めると跡形もなくみんな消えてたんだ。少し前まで普通に話をしてた奴らが突然消えちまって。テルルルルン、テルルルルン、テルルルン、テンテルルルルン、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 テンテルルルルン。テントにいた人間は失踪を免れ、外で作業していた者だけが失踪したか。なんじゃそれ。もしかすると作業区域で何か起きたのかもしれない。うん。え、そんな。なんだろうな、マジで見えてこねえな話が。作業区域で何か起きた可能性がある。これも手がかりとして記録しておこう。そうだね。作業区域で手がかりも結構揃ったし。はい、報告しに行こう。まあちょっとややこしくなってきたな。死んだってみんな。みんな死んだってさ。帰ってきたか。調査の結果はどうだった。次はタイの番だって。死ぬの。近くで手がかりを3つ見つけた。まず1つ全員死んだでしょ。2つ目はこれから全員死ぬでしょ。でその3つ目はまず最初に君だってさ。1つ、ツルハシが4本なくなっていたが、全然違った。生活用品は一つも減っていなかった。つまり皆自発的に出て行ったのではなく、誰かに連れ去られたということになる。うん。誰かに連れ去られた。でも一体誰がそんな。いや知らないっすよそんなの。2つ、鉱山にはもともと5人の鉱夫がいたが、1人は仕事を怠け作業区域を離れて寝ていた。そいつ言及でいいっすよ。彼が起きると仲間は全員失踪していたというらしいです。作業区域にいた人が消え、休憩区域にいた人は無事だった。つまり事件の発生地点は作業区域だ。いや確かに、いやそうなんですよ。俺もそう思ってましたよ。そういえば確かにアコはサボっていたと自分で言ってたな。うん、緊急でいいよ。まさか誰かが作業区域に入ってあいつらを連れ去ったのか。どういうことなんだろうな。ムキムキマッチョ人間4人をさ連れていけるほどのやつがいるってことでしょ。よっぽどいい女だったんかな。俺が言いたかった最後の手がかりがそれだ。クンジュ殿のある調べにより、彼らは1人の子供によって鉱山から連れ出されたことが分かった。そうなんだよな。でも子供なんだよそれは。子供？この近くには住んでいる人なんて少ないし、ましてや子供が鉱山に来るなんてありえない。うん。でも本当にそうみたいなんだ。4人とも子供と一緒に出て行った。なんかみんな死んでたみたいだから早く報酬くんねえか。それで一体どこに。わかんねえから。いや死んでるから。天国天国。俺たちの調べによると彼らは道に沿って北へ向かった。鉱山を出て遺跡の方へ行ったのだろう。北か。よし、今すぐ人手を集めて探してくる。手伝うよ。一応金はもらいたいし。調査のことを全部丸投げにしてたんだ。探すのは俺と仲間たちでやる。善は急げだ。まだ追いつけるかもしれない。そうなの。待て、事件が起きたのは6日前だ。たとえ彼らが歩きだったとしてもすでに遠くへ行っているだろう。6日ではスメールまで歩けるわ。で、それもそうだな。なら俺は仲間たちと一緒に北へ続く道を進み、その近くに住む人たちに何か知らないか聞きに行こう。鉱山を離れれば宿にできる民家の数は限られてくる。この調査は俺たちに任せてくれ。全然手伝うけどな。みんなには引き続き手がかりの調査を依頼したい。二手に分かれ、途中で会うことがなかったら明日の晩に防御旅館に集合しよう。オッケー。パイモン、じゃあ明日の晩まで暇みたいだから飯でも食いに行こうぜ。いいだろう。それじゃあ俺は仲間たちと先に行ってる。うん。本当に大丈夫かな。今の状況をまとめると、あいつ消えねえかな。オイラたちは引き続き調査をして、タイたちは付近の住民に情報を聞く。これでいいんだよな。そうだね。ああ。でもあいつ死にそうじゃない？なんか。でも鉱山にはもう手がかりがないよな。オイラたちも
北に向かった方がいいんじゃないか。確かに。待て、クンジュ殿がいない。え嘘。え、嘘でしょ。あ、本当だ、クンジュのやつまだ調査してるのか。探しに行こう。次はお前だ。